ビデオダイアリー August 19th 2024 by Hiroshi Hayashi Hamamets City Japan ビデオ日市2024年8月19日林宏ですこんにちは昨日はですねモーサルともベートーヴンもですねまあ、つまりは操り人形という言い方はですね今の私ではしにくい ですよね。マガラスといえばですね。操られたと言いますと、何かしらね。その負の方向にまあ、いわゆる中、属的にですね。いわゆる操作されたという印象を持ちますよね。そうではなくて、指導を受けていた、うん、指導されていたという言い方の方が適切なのかなと思います。まあ、それはですね。ダヴィンチミケランジェロとは違う点なんですよね？ ダヴィンチもミケランジェロもですね、自分では絵を描いたり彫刻をですね彫刻したりしていませんでしたからね。ところがモーツァルトにしても、特にベートーベンにしてもですね、その神のまあカインですけどもね、の指導を受けていた。はい。でその指導を受けた時もですね、まあその音楽っていうジャンルですから、その本人たちもですね大変まあその 表現するのにですね苦しんだのではないかという思いがですね今私よく理解できるものですからねですからそのモーツァルトベートーベンはですねまあ他にもいろいろありますけどもねだん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 これから調べていくことになると思いますけども操られていたという言い方はしにくいわけですよそれがね先ほど言いましたようにモーツァルトはね神・神カインに、ね、操られていたベートーベンは 神、員に操られていたという言い方をするとですね、何かしらの抵抗を感じるわけですよね。決してその操られて、つまりその、いわゆるその受動的にね、その強制させられていたということではなくてですね、つまりは指導を受けていたということになるわけです。で、その証拠がということになりますよね。で、その証拠としてですね、昨日、その例を挙げ,なかったも挙げなかったわけですけども、今日ね、 改めてそのそそのの例としてあるいはねその証拠としてという話をですね今日、えー、2024年の8月19日にしましたその証拠とは何かというとですねつまり谷村新司さんのですね以後谷村新司っていうふうに呼び捨てにさせていただきますけども、はい、谷村新司のですね「スバルということになるわけですというのは谷村新司自,自身がですねあの名曲「スバルはですねつまり「 プレアティス星人によってあるいはそのによってできた曲だということを作詞作曲作曲ともにですねつまりはっきり言えば神のねその指導を受けて作った曲だということをご自身の本の中でその、まあ、暴露と言いますかね証言と言いますかねまあ告白 まあ告白っていうふうになってますけども告白が一番正しいんじゃないかと思いますけどねその一人のねその作詞作曲家がですね実は自分の力であの曲を作ったんじゃないんだとつまりそういうそのまあ声音がですね聞こえてきてそれに従っただけだっていうふうにしてまあそのできた曲だというふうにして谷村新司が,がですねそのように告白しているわけですそれは大変重要な意味を持つわけですよね。 でもしそれが事実だとするならば私は事実だと思ってますけども事実だとするならばですね谷村新司のみならずですねもっともっと、まあ、過去をね掘り,か掘り返してみるとですね、えー、他の作曲家例えばですね、えー、モーツァルトにしてもベートーベンにしても同じ、まあ、手法と言いますかね同じ、まあ、その流れの中と言いますか同じ、まあ、その神の目からすればですね同じ指導の中でですね指導されてきた 音楽家ってことといこ考えても良いわけですでなぜ私がですね谷村新司の「ですねさらばすばるよ」という曲がですね神による作品でありまたその谷村新司がですね神によって指導された曲だというふうに、まあ、その直感といいますかね確信したのはですね、まあ、実はこういうことなんですねこれちょっと時系列的な話しちゃうからばかりませんけども2016年のね11月28日にですね 私は今行くよ事件というのを経験させていただいているわけですでその以前に実はその本谷村新司の本はですね出版されていたんですよねしかし私は知りませんでしたでそ,それからあと1年か2年経った頃ですよね、まあ、ちょっと正確な日付は分かりませんけどもその後に谷村新司がですねそのような本を つまり告白本をですね出そして調べてみたらですね先ほど言いましたように谷村新司はですねそのプレアステス政治によって指導され作詞作曲してあの名曲「スバルを生み出したということを告白なすしておられるわけですね最初にその谷村新司がですね上の人の声を聞いたのはですね何かしら引っ越しの最中だったという話ですよね。突然 さらばすばるよよいいうう声が聞こえてきたってうんですよねでそれを何とか書き留めておいたと。それから2年ほどでしたがねたってから中国のね方へ,で方へいわゆるまあ演奏旅行に行ってる時にねそのこれからダイレクトですよと言われてですね上の方にそしてその音楽と歌詞が流れてきたとだから谷村真嗣はですね懸命にその歌詞とまあその音楽を書き留めたということなんですね、まあ、そこは音楽家なんですよね。 でなぜということになりますとそれ、まあそれから非常に話していかねばなりませんけどもまずその話を聞いた時にね私はそのだから時系列的に考えますと田村新人が告白したのは私が11月28日にですね今行くよ事件を経験する前だったんです。 しかし、私がその話を知ったのは、その私が今行くよう事件を経験した後なんですね。ですから、私、まあ、その皆さんの中にはですね、ひょっとしたら林博士はですね、谷村新司の話を知っていて、それをその、まあ、利用して自分の話を作り上げたんじゃないかというふうに思う人も出てくるでしょうね。この世界というのはそういう世界なんですよ。とにかく荒らさがしね、いわゆるケチ付け難癖。もう当たり前の世界ですからね。 それはそれなんですけども、なぜ私がですね、谷村新司の告白をですね、これ本当だなっていうのを思った理由の一つはですね、つまり、よなんですよね、よ。よというのはどういうことかというとですね、谷村新司がですね、初めて声を聞いたときにですね、その声の内容がですね、さらばすばるよなんですよ。 ある意味でぶっ,ぶ,っぶっきらぼうって言いますかね、その前後関係が、ま、全くないまま、脈絡がないままですね、さらばすばるよーという声を聞いたって、まあ、その告白本の中に書いてあるわけですよね。で、それがそのまま、その後のね、まあ、名曲、さらばすばるようになったわけです。はい。私たちは簡単にね、すばるすばる、谷村新司のすばるっていうふうに言ってますけども、正しくは谷村新司のさらばすばるよーなんですね。そのよーという部分が、 私の心に引っかかったわけです。というのは、11月、2016年の11月28日にですね、早朝6時10分か15分前ですけれども、私とワイフがですね、まあ、山の家の、今に、山のこたつに座っていたときにですね、突然頭の中に鳴り響いた声がですね、えい行くよーなんですよね。よー,よー、よーっていう言葉は、設備行くってことなのかな、あの大変優しい,いい言い方なんですよね。 僕行くというよりもですね、僕行くよって言った方が、何かしらの言葉をやらげるんですね。特に命令文であるとか、まあ、断定帳の時には用を入れると、入れることによって言葉そのものが優しくなるんですよね、まあ。それはそれなんですけども、その用に引っかかったわけです。それでその私はですね、谷村新司がですね、その自分の告白の中でね、今行くよのって言われたと。で、私はその読んだ時に、あ、それでっていうふうに思いましたね。 まあそ,のそういうふうに言われたんだなっていう意味が分かったわけです。というのはその私のところで11月28日に来てくださったのはその後いろんな検証に検証検証を重ねまして、まあ、カイン・キリストであるということは確信その前からです信、まあ、その時前まではですねマルドクだと思ってたんですけどもね下院キリストだということを、まあ、何度も何度もその後にいろんな事件が起きましたからね特にこの部屋で起きた。 あの開口事件の場合はですね、そのカイン・キリストの写真はそこに貼ってあるわけですけれどもそこあのあ、実際にはあのその当時はこっちに貼ってあったんですけど、ね、この上に、そこからみんな開口が出てるんですよね、あのですから、右上から左下の方へ出てるんですね、基本的には。まあ、要するに、そこでもいろいろあって、そして今度はパルスオン信号機事件というのが去年から今年にかけて起きる,起きるわけですよね、それもカインという、まあ、27という数字にまあ帰結すると言いますかね。 カバラの比数日にて計算すると27につながっていくということです27というのはですねつながっていったということです27というのはですねカインいわゆるカインをですねゲマトリアで数字に直すですね27イコール27イコールカインということになっていくわけですでその27が大変重要な意味を持つわけですけども今日のテーマじゃありませんともかくもそうした事件を起こしてくださったのがですねカインだということに気がついたわけですねで今はもう 疑う用紙のないほど、まあ、会員だったというふうに、まあ、確信を持ってますけれども、その、まあ、事件の一年の事件を振り返ってみるとですね、2016年の11月28日のですね、今行くよう事件がですね、まあ、その谷村新司のですね、草らばすばるようにながったわけです。まあ、こうしてですね、あの谷村新司の話というのは、まあ、その時はね、 それを知った時にはですね直感的にかつ革新的にね谷村新司は本当のことを話しているとなおかつ谷村新司をですね指導した神とそしてまあ私は指導されているとは今のところまだ思ってませんけどもねまあそ,そ,それらしい事件というのは実はありますからねまあそれを話してしまうと私の立場が 亡くなってしまいますからね。ですから、それは、あの、そうではない。だから、そういうことも、実際そういうこともあってですね、2017年の11月に入ってから、そういうことが立て続けに続いたんですよ。だから、私ね、あの、上の方にはっきりとね、祈ってこう言いました。私は、私なりのやり方であるから、ほっといてほしいと。まあね。 まあ、私一人で頑張ってみるからほっといてほしいというなことを言って、まあ、その天に向かって祈ったことがあるんですよ。その,日をその瞬間から縦付きにいろんなことが起きたことがですねパタッとやん,だや,やんだんですよね、まあ、そういうこともありますけれども、まあ、それが今に続いているわけですけれども、まあ、そういうこともあったりして。 正直に言ってるんですよ私ねあのそういうこともあったりして今の私がいるわけですけども、まあ、その指導っていうものをねどの程度までを指導といいどこからどこからとの範囲を超えたのは指導じゃないつまりそのっていうことで考えていくとまあ示唆とも言えるけースしああ暗示とも言えるだろうしね、まあ、いろんなことが出てきますけどもねしかし もういわゆる、まあ、私,私も含めてですけども谷村新司らに先冒頭で言いましたよう、ね、にモーツァルとベートーベンが操り人形だったというふうにはちょっと言えないんですね例えば私が朝起きてね公開が来たらですねもうすでに動画ができてたとそれは私がそういう発表したらですねそれは私はただの操り人形ってことになるわけですよねしかしそうそうのはなくて私自身がですねもうとにかく苦しんで、まあ、悩んで悩んで もう疲れてもうとにかく日今もね12時間労働をしてるわけですけどもそれは普通のいわゆるそのまあ自分で言うのもなんですけども苦労じゃないということですねですからそういう意味においてはまあ操られていたモーツァルトは会に操られていたベートーベンは会に操られていたってことは言えないわけですでその流れの中でまあ谷村新司も操られていた,いたとは言えないわけですねおそそらくその音をを聞いてです、ね、歌詞を一生懸命 かか書き留めてですよそしてその財布してですねそしてそれを楽譜に書いて、まあ、編曲あの方は編曲もなさってるみたいですけどもね姿勢があのる、まあ、一つ曲としての、まあ、独立性といいますかね独自性を確立するためには普通でない苦しみとその努力がその背景にあったという意味においてねつまり操り人形という言い方については私はですねあ操り人形という言葉はまあ ね、今のところ大変、いわゆるまあ難しいんですよね。モーツァルトはパペット、今度の流れからするとパペットなんですけども、まあ脱ですからどういうふうに表現したらいいのかってことでね、まあその実際に動画を作るときにまあ悩んでいます。まずそのちょっとね迷っているところがありますので言葉の使い方に不適切な点があるかもしれません。ともかく話を戻しますとね、昨日の動画の中でモーツァルトとベートーベンはクエスチョンマークをつけてありますけどね、神の操り人形だった。 で昨日は終わわったわけですで今日その昨日の,その続きができなかったもんですからね今日は朝からですね改めて谷村新司はいわゆるまあその「下院キリスト」まあ「インキリスト」という言葉はね動画の中で一切出してませんあの流れからして,流れからしてつまり消去法で考えてもカインキリスト以外は考えられませんのでねまあ丸、ま、く あの方はどううなんでしょそれからイナンナ・マリアあの方はそういう芸術性はないと思うしっていうふうにして、えー、いわゆる神々をですねいわゆるその歴史の流れの中でこの何て言いますかまあそのスタンスをですねあるいは人間に対する接し方を見ている,いるとですねつまり消去法的に考えてカイン・キリストしかいないということになってくるわけですけどもねしかし、まあ、モーツァルトとベートーベンそしてその彼らがですね 神の指導を受けていたという証拠がですね、実は、実は谷村真司にあるという意味においてですね、その谷村真司のその不思議な話っていう本ですかね、不思議スローと不思議な話っていう本の中で谷村真司が告白していることは事実であり、それゆえにね、そのもう一歩踏み込んで考えるとですね、カインキリストはですね、そういう形で音楽の分野においても人間を指導してきた。 まあ操り人形として操られてる人もいるかもしてきた人もいるかもしれませんけどもともかくもそういう形でですねあ指導してきたということになるわけです。でもう一つ重要な話なんですけどもね私あの2016年のえその今行く事件の後その豪雨事件も豪雨事件もそれからその後の今行く事件もですねこれ考えてみるとですねいわゆるテレパシーなんですよね。 もやる脳の中に直接音声をその届く、まあ、送り込んでくるというテレパシーの方法なんですけどもね12月に入ってから8 12月の8日ですあの日はですね耳にこう入れていたイヤホンから声があの音が聞こえてきましたね。はい でから16日はです、ね、第三者を介してあのその三者に音を,音を伝えてその第三者から私にそれを間接的に伝えてきましたねでその後、今度は強い思いというのもあるわけですで強い思いについてはです、ね、去年2023年の11月の終わりごろ、ね、この私のよきり会社であった1二月入ってから1一月ですね大根田さんが亡くなった時にです、ね、あの私は正直言ってあの まあ、あの当時はコロナのこともあったりして新幹線にはもう2年近く乗ってなかったと思いますからねもう怖いというよりも私、ね、あのにはちょうど30歳少し前にです、ね、羽田で飛行機事故にああの狭い空間の窓の小さいその新幹線とか飛行,飛行機のが苦手になったんですよね、まあ、新幹線の場合は必ず窓側に座るようにしますけどもねあの、まあ、いわゆる ああいうところに入るのができなくなってしまったんですね。特に飛行機はもうできませんでしたね。今でも飛行機、乗ることは乗る,乗るんですけども、極度の緊張感に襲われますね。まあ、その後遺症として、トラウマとしてでね、PTSD として、それが心の中に残っているということになるわけですけどもね。まあ、そういうことにして、あの、大根のさんが亡くなったことを、不法を聞いた、その電話の中ではですね、じゃあ明日行きますなんて言ったんですけどその明日っていうのは土曜日だったんですよ。で、もう電車混んでるだろうなと思って、その、まあ、 朝までほとんど眠ることができなかったもんですから朝一番にねその大根田さんの世話をしておられたダブルジュさんにね電話して「今日行くことになってましたけども今日はいけません」って話をしたんですよね。しかしその後ですよ「来なければ後悔するぞ来なければ後悔すると来なければ」と,というかそういうことが出てガー とその思いとなってあれもねひょっとしたら上の方のまあ,ある意味のねテレパシーだったと思いますけどもともかく何を私は何を言いたいかというとですねテレパシーと言っても一種類だったけじゃないんですよ思いそれからその言葉じゃない抽象的な概念的なそのこといろんなことをですね順々順にですね私経験させてもらっているんですよそれはあのある時ね私の一番親しい S さんという方にですね親しい方 S さんという方にですねその話をしたことがあります。 S, S さんね、私ね、何かしらこう教育されてるような気がします。やっぱ教育っていうのはどういうことかというとですね、こんなやり方もあるんだぞ、こんなテレパイシーもあるんだぞ、こういうふうにして相手にその気持ちを伝える方法もあるんだぞというような意味における、いろんな方法をですね、順に順にこ見せてくださったわけですよね、上の方が。で、それはですね、他の場面でも経験してます、いろんな場面でも。 それはそれなんですけれども、こ,れはこの後その話をすると思いますけれども、いろんな場面でそういう経験をさせていただいてますけれども、そういう意味においてね、つまり、その、教育されているという思いがあったわけですね。で、思いっていうのもその中の一つだと思うんですよね。その大根座さんの時に、2023年の11月の終わりですけれども、あれはその普通の思いと違うんですよ。さあ行こうかな、どうしようかな、新幹線怖いから行きたくないなという思いじゃなくてですね、その胸の中から、腹の底から湧き上がってくるんですよね。 来なければ後悔するぞ来なければ後悔するぞっていうまあ、なっていますものすごい強い思いなんですね。もうそれに駆り,りたたえましてその翌日の日曜日にまた朝電話してですねこれから行きますこれからね大宮行けば12時少し前にそちらに着きますけどもよろしくお願いしますって言って朝ね一番に新幹線の飛び乗ったわけですけどもねそれが11月だったんですけどもその時にねあの行ってみたらですね実はその防犯カメラにね 大変奇妙なものがり込んででいいたととうことですその大変奇妙なものはですね毎回ビデオダイリーのね冒頭部分で皆さんにご覧いただけるようになってますからその一部ですよあのもっと長いあの実際にはあのその事件というのはもう20本近いね動画にしてあっちから 検証し、こっちから検証しって感じでね20本近い動画を出してますけどもそれはですね私のホームページのねトップページの方に全部収録して皆さんにねいつでもご覧いただけるようになってますからまたご覧くださいつまり私がねなぜ大宮まで行ってあのお姉さんに会ったかというとですね結局はそれじゃなかったかと思うわけですつまりその画像をねあなたに見せるから来いあなたにその画像を見せるから来いっていうふうに、まあ、いわゆるまあ 英語式の言い方ですしね、私は、あの、行かなければ後悔するとは思わなかったんですよ。来なければ後悔するとって聞いたんですね。英語じゃ、あの、go と come を逆に使いますからね。ですから、英語式の言い方で、まあ、日本語だったんですけどもね、来なければ後悔するとという、まあ、大変、まあ、普通でない思いを聞いたこともあるわけです。つまり、私が何を言いたいかというとですね、その、テレパシーといっても、例えば音楽を伝えるテレパシーもあるだろう。メロディーをね。はい、あります。それから、その、思いを伝える、 テレパシーもあるでしょう画像を伝えるテレパシーも実はあるんですよ。そのさまざまな脳にねさまざまな方法で上の方はですね、まあ、人間に今まだね人間が持ってないテクノロジーを使ってですねそのいわゆるその人間に対してコミュニケーションを取るという方法を持っていらっしゃるということをですねさまざ、あ、まな経験を通してですね、まあ、いろんなことあったんですよ。その,その一つずつずがです、ねまあ、大変その光栄なことって言いますか、ねまあ、本当にまあ 危険なその、そう言いますか、経験をさせていただいたという意味においてね、まあ、大変なことを経験させてもらったという思いは今もありますが、どういうことかというとですね、つまり一つの事件があると、それに対しては次の,次のことをまた見せてくださる、経験させてくださるという意味においてですね、まあ、次から次へとこう続いていくわけですよね。そういうのを数えましたら、もう1年か2年前ですけども、40数回あったわけですね、もっとそれからたくさんの事件が起きてますけども、まあ、要するにそういうことなんですよ。つまり 私が何を言いたいかというと、先の話に戻りますけれども、そこに一人の音楽家がいると、その音楽家にですね、そのメロディーを吹き込む、教える、指導するということはですね、上の方はですね、おそらく朝飯前にできると思います。簡単にできると思うんですよね。それこそ本当に頭の中にね、音楽を流すかのようにして、その音楽を流すわけです。で、それを受けた音楽家はですね、 財布ができますから財布ってこというの楽譜に、ね、あの音符を書くことができますからあのすぐ、ね、そらにできるわけです。しかし私はできないんですあの。そういう能力もないしそういう教育を受けてませんからね。ですからまあ合唱団にはいましたけどもねしかしそれは楽譜を読むだけでしてねあの自分で財布してということはできなかったんですよね。まあ、ともかくもですね私の経験からしてもそ,の、まあ、そういうことは可能だということはよく分かっているんです。 そういう流れの中でね、昨日モーツァルトを取り上げ、今日はあーベトモーツァルトとベイトンを取り上げ、まあ、その動画、今日のね、えっと、4739の15でね、あの今の話での話は一切言わないでねあの、取り上げてきましたので、4739の15をですね、見ていただきたいと思います。で、要するにその流れの中でね、今日は、じゃあ、ね、音楽家が神による指導を本当にその受けられるものかという、その 根拠は何だと言われますとねもう第一に今皆さんにお伝えできるのがですねいわゆる谷村新司の「スバルだということですで谷村新司がですね自らそれを告白しているということなんですよね考えてみますと谷村新司という方はいろんな曲を、ね、作詞作曲なさっておられますけどもあれはどまでに重厚でね意味のある曲というのは「あのスバルだけなんですねさらば「スバル a だけなんですねあとはもうちょっとまあ違ったねまあ それと比べればと軽いと言ったら失礼ですけども、まあ、ポピュラーソング的な歌が、曲が多いわけですけどもね、まあ、それはそれなんですけども、ま、たそれもね、これからおいおい研究していきたいなと思ってますけども、あの音あの、サラバスバリオだけが飛び抜けているということですね。で、さら,さらに今日はですね、もう一つその本題ということになってきますけども、じゃあ本当にそんなことができるかということにな,るなりますね。実はですね、私もうすでに4回、 そのうち1回は、まあ、ちょっとあや、まあ、覚えてないんですけども少なくとも絶対,的な絶対的に間違いないという経験をです、ね、3, 回3回経験しているんですよ。それがです、ね、私、コンサート事件と呼んでる事件なんですよね。でどういう事件かというとです、ねまあ、3回ともちょうど朝6時から始まって6時30分に終わってたんですけども,もう強烈なその、まあ、鮮明夢,だと夢じゃないんですよ。白日務であるとか、ね、いわゆる幻覚であるとか、ね、いわゆるそ,のそういうものじゃないんです。 もういわゆる皆さんがこうしてあ私のドビデオ、まあ、動画はこの現実の世界ほどビビドではないにしてもですね少なくともあのテレビで見るね例えばあ、まあ、ネットフリックスなんかのね映画で見る世界のような世界よりは、まあ、ビビドですね明確ですそれがですね3回経験しました1回目はですねあのいわゆるコーラスでしたね34人のコーラスでしたね で、その中では私の知ってる曲聖歌ですよね。クリスマスソングがずっと流れてました。それが1回目のあのコンサート試験です。2回目がですね。山の家だったんですけども、今度はドラムです。ドラムだけで音楽を流すんですね。そのたい、まあ、そのまたそのまた細かく話すといろ,いろ話したいことあるんですけども、とにかく太鼓音楽なんですよ。全て太鼓音楽。それもその切れたことのないような曲だったんです。で、それはですね。夢だったのか。 本当だったのか夢だったのか本当だったのかということはもうそれからずっと悩んでましたね。まあ、夢にしてもはっきりしすぎている、もしも。 本当だとしたら何のためにどうしてってことは分からなかったんですね。ただ、二つの最初の一回目と二回目のどちらかどちら、どちらだったかってことは忘れましたけども、一回だけ歌詞が入るんですよ。歌詞というか言葉が入るんですね。それは一回目か二回目だったか忘れましたけども、I love you っていう言葉なんです。一回だけです。それがその、例えば何かの曲を聴いて、その、あの一回目はですね、聖火だって言いましたけど、実はですね、ヘンデルの曲なんですよね。ヘンデルだけどヘンデルの曲じゃないんです。 私、ヘンデルの曲は大抵してますからね。あのそれこそ合唱団にいましたからね。あのやったんですけども、そのリクエムのリクエムに似ている曲なんだけどもヘ、ヘンデルの感じだけども、ヘンデルじゃない。聞いたことないヘンデルの曲です。それが、まあ、10分か20分、30分続いたわけですよね。その中で1回だけその言葉が入るんですね。I love you だったのか、ありがとうって、どっちかはしてたんですけど、その2回の中で2つの言葉が入るんですね。 その一つ、一つ,一つが、I love you 今でも覚えています。で、もう一つは、ありがとうって言葉ですね。それがその音楽の途中で入ってきたんですよね。で、回目の時は面白いことにですね、それが3回目と繋がっていくんですけれども、あなたの好きな歌を歌って言いていたんですよ、途中で。重いです、それは。ですから私ね、パッととっさに思いついた歌がですね、木をしこの夜だったんですよ。 まあそんな、まあね、貧弱といいますか誰でも知ってるといいますかねで私は気をこの夜と思いましてねじゃあということでですねそのコンサート事件の途中でですね英語で歌ったかな「サイレンナイ」って歌い始めましたらね即座にね4後にいたコーラスがですね私の音にですねバッとこう合唱してくれたんですね。 ものすごく綺麗でしたね。それはもうこの世のものとは思えないほど美しい合唱曲になったんですね。ただ面白いことに私はね、長く意見続かないものですから、むーんって息を吸うでしょその時にね、パッと四五人の人たちもですね、息を止めちゃうんですよ。うん、止めなくてもいいのにと思ったことがあったんですね、あの時にね。で、歌い出すと、また歌い出すとですね、おーですかーンって歌いますと、四五人が メロディーだけじゃなくて、ワン音を作ってハマってくれるんですよ。嬉しくて嬉しくてね。そして目が覚めてきて、ちょうどやっぱりワイフがね、部屋に入ってきまして、おはようなんて言ったんですけども、もう見たらね、涙がボロボロ出てね、私ワイフの胸に抱かれながらですね、ワイフにこう言ったんですよ。僕ね、30年間で初めてステレオの音楽を聴いたんだよ。初めてステレオの音楽を聴いたんだよ。私のこっちの耳聞こえませんからね。ですから、初めて僕はね、この30年間でね、 ステレオで音楽を聴いたんだよって言ってねもう泣きましたねあの時はそれが一回目だったんですよ二回目はね太鼓音楽ですそれ私寝てましてねちょっと朝寝坊した感じですよね六時まで寝てるってことはで太鼓がババ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 ーと寝てる私に途中でねその太鼓渡されましてねじゃああんたやってみてごらんって言うからそんな感じですの重いです ですからその太鼓をもらったら、ね、ラグビーボールがありますねオーストラリアであフットボールのボールねこう楕円形のねあの両側両側をカットしたような太鼓だったんですねそれをですね私手に持ってですね叩いたら音が出るんですよで周りに、ね、叩くといろんな音が出るんですけどもねまあ太鼓でババババババ,バ叩いていくとだん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 音楽になっていくんですよそういう聞いたことのない曲がんってああ聞こえてきた,なったんですねそれはそれなんですけどもその間でね。 あの時はありがとうと言われたか、I love you とか、どっちか言われたんですよね。だけどね、まあ、あの仕業、あれがですね、やがてカインの仕業って言いますかね、仕業って言葉もちょっとね、きつい言葉ですけども、カインがね、私に経験させてくださったことだなということが分かるのはその後ですけどもね。わーっと泣きましたね、あの時も。それは2回なんですよ。 でその時そういう話をですねまともにこうして、ね、皆さんに話しますと本当に林といのは幻覚幻聴を見てるんだな頭おかしいんじゃないかな統合なんとか症じゃないのかなって思われるでしょ私もそう思われるの嫌でね人に話すのはもう本当に躊躇になって躊躇してたんですよ億劫になってましてねもうなことは人に話さない方がいいなと思ったんですけども実はそれら2回はですねもう1回他のやつもあったんですけどあれちょっとはぎよか分からないんですけど覚えてないからねた2回に続いてですね 去年の3月でしたね、あれあの、3月ですね、3回目のコンサート事件が起きたんですよ。それもコンサート事件のおかげでですね、1回目,の2回1回目と2回目のコンサート事件がですね、上の方の仕業っていうようなこと他ほかにいい言葉がないんですね、上の方の仕業。 によるものだったたことを確信でできたわけですそれについてはですね私はあのもう何度も言いましたのであのまたあ,のあれですけどその時はですね私ねこうギリシャ彫刻にあるようなねあの円形のコラムね走り走りこう重たりかかって、ね、歌を歌ってるんですよしかもですねその歌がですねシャンソンでねフランス語でて、ね、枯葉になったんですよ枯葉「オーダーメリーフス」あのね「ララレンゴールド」 あの歌なんですねそれがねものすごく自分でも驚くほど美しく歌えるんですよその自分はね、だから見て口パクをしてただけじゃないかと思うんですけどやっ私フランス語はね話せませんからね聞い,ていた大た感じはわかるんですけどね「パーリブ・フランジェ」えー、って言ってねその,あのその程度のねあの会話ぐらいはできるんですけどもそんなね、歌を歌うほどの力はありませんからね。 それでその歌を歌ってるんですね。会場って言ってもね、舞台の上でね。で、椅子のない会場みたいなところでね、みんなが立って聴いてるんですけども、薄暗いところですけどね。みんなが立って聴いてるんですよ。それで前なんかの前の方に2人座って、立って、あの人も立ってましたね。立って私ここう見上げてるんですよね。それで私、いい気になって歌ってたんですよね。で、私、あの、その時はこう思ったんですよ。フランス語で歌ってるけども、 これインチキフランス語だなぁなんて思いながらですね。というのは、私、口パクでねよく子供たちをからがってですね、まあいろんなロシア語であるとかね、ドイツ語であるとかね、中国語であるとかね、まあそういう言葉を使ってですね、まあ、適当なこと言うんですよね。にしゅうぽしょあしょんごほあへんはおまとかね、そういう出た目言うと中国語をしゃべるんですけど、わしょわしょ、みんぱいみんぱいとかね、まあそういうような程度で、でたらめなその例えば言葉でね話すことがあるもんですから、その時もですね、フランス語で、私、あの口パクで、でたらめなフランス語で、 しかし、きれいに歌えるんですよね。で、歌って、みんなシーンとしてきて、その,その途中でね前に、前の方で立って私を見上げてた男がね、こう言ったんですよ。In the s h a シャル of n i g って、夜の陰でねって言ったんですよね。でもう一人はね,ね、h a d o シャル love って言ったんですよ。で、私、きザなこと言うなと。なんでそんなこと言うんだろうと思って聞いてたんですよ。で、また歌ってたんですよね。あのシャンソンの枯葉をね。 それで、歌ってて終わった時にですね、誰も拍手しないんですよね。こういう時みんな拍手をしてくれるもんだけどなぁなんて思ったんですけども、そしたらまたその二人がですね、同じセリフを言うんですよ。In the shadow of night 夜の陰でねってね。In the shadow of love 愛の陰でねって言うんですよね。それで、まあ、こういう時はブラボーとかね、ブレイボーとかね、いろんな言い方あるできるでしょ。そうじゃなくて、そう変なこと言うな、キザな言い方するなと思って、 それででで終わったんですねでしばらくしたら私が学園の袖のところにいましてねその舞台の袖にいましてなんてかしらないんでけど靴を履いてるんですよねそうしたらそのまあそれからまあなんてかぼやーっとしてきて夢の世界入ってくるんですけどもちょうど目を覚ました時にですねあっ、まあ、探す前ですあそうして目を覚ましたらですねでぼんやりしてたんです5分ぐらいぼんやりしてましたねととににかかくくくすごく素敵なとにかく まあ綺麗な私はとにかく美しい曲だと思いましたね、このようなものではないと思ったんですよ。で、こう、眠って、まあ目をまあ、眠って,て、それでその余韻に浸っていたらですね、なんか今回ねあの、枯れ葉を聞きたくなりましてね、まあ、ベッドの横にノートパソコン一台置いてあるもんですから、それを引き寄せてですね、そして英語でね、オータムリーフで検索しかけたんですよ。あの そうしましたらですねオータムリーフと検索しましたらですねザーッと葉っぱが出てきたんですよ葉っぱばっかね秋の葉っぱだけがこうザーッと出てきたんですよねでその途中半分以上いたところでね初めてボブ・ディランのねジャケットが出てきたんですよそれにはオータムあのジャケットが出てきたんですけどもブルーのジャケットでしたね出てきたんだけども私これかなって私はねオータムリーフであのあのその 検索をかけたんですけどね。そのジャケットのタイトルがですね、Shadow of Night なんですよ。それを見たときにはゾッとしたですね。Shadow of Night って。Shadow of Night って。まさかと思ってそれをクリックしたんですよ。そうしたらですね、いわゆるシングル版だってシングル版のその表紙のジャケットは Sh of Shadow of the Night ってかな,なってたんですよ。で、それをクリックしたら、 なんとその中から曲が聞こえてきたんですよねあの曲ね前奏曲がでダダダダダしかし僕はね枯葉を聴きたかったのになんでこんな曲なんだろうと思って聞いてたんですけども前奏曲がそしてその、まあ、なんとなく枯葉の曲に近いよう、ね、な前奏曲なんですけどもそれが終わった時にねそのボブ・ディランが歌い始めたわけですよ。 The, the old fallen leaves drift by the window ってあるんだね。u t u m leaves r n gold ですから、オ u t u m leaves であの完成をかけ,るかけたからそこそうなったわけです。初めからですね、Outum leaves 曲の名前はオ u t u m leaves なってますからね。それか弾けばボブディランの曲がもっと先に出てきたと思うんですけども、もうその時は固まりましたね。 というのは、私がコンサート事件で聞いた、その二人の男の言葉がね、In the shadow of night, in the shadow of love って言ったんですよ。そして、その、ね、はい。ジャケットのタイトルがですね、じゃ shadow of night なんですよね。が、しかし、それをクリックしたら、枯葉の曲が聞こえたわけ。これどういうことかってことも調べてみたんですけどもね、ロブリランがそのシングル版のジャケットを作ったときには、 シャルオブザナイトという曲もあったみたいですねで。それを A 面にしてあったわけです。その B 面に枯れ葉が入ってたんですね。ですから、それが逆転して,てですね、B 面の曲の方が有名になってですね、A 面の曲の方が、まあ、全然スターリズしまって、まあそれでもね、そういう曲残ってますからね、B 面の曲がなってたわけです。それで、そのボブ・ディランのね、ブルーのジャケットだったんですけども、そのクリップアップジャケットをクリックしたらですね、 そのビー i ンの曲の枯れ葉が流れてきたということになるわけです。そしてもうとにかく体が固まったといいますかもうどういうふうに理解していいか分かんなくてですねそして起きてそして衣服を着替えている時にワイフがですね、まあ、やっぱり遅いもんですからね <laughs> 出てくるのがその寝室で来てねドア開けて「おはよう」っていつもそうやって声をかけてくれたんですがやっぱりその時も泣きましたね。そそれで私はのの第一 コンサート事件とです、ね、第2回目のコンサート事件が上の方の、まあ、仕業であるということを確信しました。というのは私はその「t h e s h a d o f the n i g h t という曲は知りませんでしたし今聞いても分か,り分かりませんね。が結局あのコンサートの中でねそういうその上の方それ上の方のやり方なんですよ。 なんだなんだなんだと思って2回目3回目を見せてくれてですね、その中に1回目2回目がですね、本当だったよということを示してくれるわけです。例えば、ファイル喪失事件であるとかね、転送事件であるとかね、いろんな事件があったんですけども、その都度、上の方はですね、これが証拠だよって形で、まあ、その見せてくださる、経験させてくださるということがあったわけですね。例えば、2018年のね、あの勉強会でつい続けて続けて起きたあの、勉強会の場でね、開講事件というのが起きるわけですよね。 で私は見てませんけれども、会場に来てた人が、ですねみんなが大騒ぎになったわけですよね。で、なんだ、なんだと思っていたら、2020年に入ってからですね、私のこの部屋でその解雇が飛び,飛び回るようになりましてね、それで、まあ、皆さんがね、ご覧になったのは、やっぱり本当だったんだなというふうに分かるわけです。まず、あ、私、何を言いたいかというとですね、何かの事件が起きるとですね、これでもか、これでもかって感じで、次の事件を追いかけて見せてくださるわけです。それが、目の方のやり方なんですね。 で、私は今、上の方の仕業だったというふうに、まあそのコンサート事件も上の方の仕業だったということを確信しています。疑いようがないですね。だって私、In the Shadow of the Night って言わないもんね。例えばどんなスパッチ的な曲を聴いても。てか、In the Shadow of Love についてはですね、実は一つ思い当たることがあるんですよ。あの前の、まあその話はまた今度話しましょうね。 その大変切ない思いになってたんですね。その時に、まあ、私の心を先に組んでですね、In the shadow of love という言葉を言ってくださったんだなというふうに思ってますけども、要するにそれがですね、上の方のやり方なんですね。で、話をぐーんと戻しますとね、そういう経験を私はさせてもらっているもんですから、例えばですね、そこに音楽家が,音楽家音楽家がいたと、その音楽家の人をですね、ねをですね操るじゃない、指導をしてですね、 そして、まあその、その人を通して、そしてそ,のそうした音楽をですね、世に広めながら、そしてその、そなんて言いますか、人間の心っていうものをですね、さらに高い次元に上げていくっていうことはですね、上の方にしてみれば簡単なことだろうなというふうに今思っています。例えばですね、ベートーベンが大工作るときもですね、あるいはモーツァルトがマティキを作るときもですね、あるいは、まあ、スラウスがですね、スラウストラ・カタリキっていう曲を作るときもですね、その曲をですね、いろんな方で、 まあ脳の中に送り込みながらそれをもとにして作曲家の本がですね財布したりあるいは編曲したりして音楽に仕立てていくっていうこともこれはありまたそれも可能だということですまあ以上の話をねそうこうしていただくとですねまあその今まではですね絵画の世界彫刻の世界芸術の世界ですねわかりまではあるでしょうけどもまあその親の方はそういうことを示してきたとダ・ヴィンチにしてもそうです自分では絵を描いてませんミケランジャーも何もしてないんですねあの人はね。 全部上の方にあ教えて、教えられて、そうして教えられても、作ってもらってますね。だって人間にはかけないばかりですからね。それを、まあ、その、私の作品だよって形で、人間に発表してたわけです。だ、そういう意味では、ダヴィンチもミケランジェロも操り人形ですけどもね。しかし、まあ、冒頭の話に戻りますけども。えー、ベートーベェンだ、だとかね、それか,それから、モーツァルトは操り人形とは言い切れない。 それから谷村新司んもです、ね、操り人形とは生きられない、その後大変な、ね、苦労なさってますからね。ですからそういうものだということです。つまりそういう方法を使うと、ですねつまり、まあまあ、芸術家の中にね今まで、まあいろいろまあ、シェイクスピアもそうですけどもね、ね芸術というものを通して神はですね人間を,人間をです、ね今,ね、今も主張しているという証拠になるわけです。まあ、谷村新司についてはです、ね、また直近ですからね。 本当に10年、20年という直近ですからね。ですから今、この世界においてね、神はですね、人間をですね、そのような形で指導しているということを、私は断言できる。その中の人としてね、その絵画、その彫刻に含めてですね、あるいは文学ですね、シェイクスピアの文学もですね、ハムレットはマルドックをモデルにしている。あるいはそのマクベスはカリギュラをモデルにしている。ロメイト・ジュリエットはイエスとマリアの、まあ、秘伝をね、 モデルにしているということをまあ次々と証明してきましたけれども今度はですね音楽も音楽もつまりは神の代によって作られているものが多いということですねまたそういう視点でね過去の音楽をあ洗っていくとですねまあその そういったその証拠をですね。まあ、これから掴むことができるんじゃないのかなと思ってます。まあ、谷村新司はですね、自らそれを告白してくれましたからね。まあ、ベートーヴェン、モーツァルトはそんなことを告白してませんからね。ですから、まあ、谷村新司のその告白がですね。いかに重要な意味を持つかということをですね。今日10、十本、十一本のね、動画を通して、皆さんにお届けしましたので、どうかご覧になってください。で、先ほど、そのモーツァルト、ベートーヴェンの昨日の話と。 今日の谷村新司の話をまと,めまとめたのをですね、4739の10で発表しましたのでね、この動画の背景にそれを流しながらですね、皆さんにご覧いただけるにしますので、まあ、それをご,ご覧になりながらですね、私の話を、まあ、参考にしてですね、まあ、いわゆる人間と、神と人間ですね、神と人間の織りなす地球史の一部をですね、皆さんにも理解していただけたら嬉しいです。以上 率直に、素直に、正直に、話した事実、話した話は全て事実です。では、今日のビデオであここで終わります。バイ。